どうもこんにちは、ダッカキッチンです。とさあやってきました。もう月火が増えちゃいましたということで、はい、毎月1日と15日にね、新しくね、このコンメイコ、パニガルムコンメイコね、はい、開催されると愛になりました。もうね、運営さんの気持ちとは裏腹にね、はい、僕たちプレイヤーはね、心の中でチッっていうね、舌打ちがね、ちょっと聞こえてきそうなんですけども、まあこれね、はい、安西さんが、まあ、当初言ってた通り、まあ強化がないからね、強いよっていう話は言ってましたよね。まあそこそこ強い感じですかね。まあただあれかな、ダイダロスかな、あのマシン系のやつだったっけ、あいつよりはまあ楽かなっていう、まあイメージなボスでしたね。はい、で今日はまあそんなね、このパニガルムコンメイコ、まずね、各種ね、耐性、必要耐性、結構ね、これね、分かれてるんだよね。ただね、僕やった結果、この耐性が必要じゃないかっていうのをね、今日はご紹介して、さらに、まあ、攻略もね、はい、紹介していきたいと思います。今日はオートマッチングと、さらにはね、まあ、パーティーね、これ組めるんで、指定で、うん、なのでそのパーティー組んで、ちょっと高速、だいたい1分2、30秒かな、早くて、で遅くて2分ぐらいで倒せるようなね、まあ、高速の、攻略と、さらにはね、ちょっとオートマッチングで行くのは嫌なんだよって方のために、サポートで、ちょっとね、クリアしてきました。まあ、それをね、ちょっとね、各種ね、ご紹介していきたいと思います。はい、まずはちょっと、コンメイコパニガルモ高木ちゃん、ちょっと一体何なんですかっていうね、まあ、疑問がお持ちの方がいると思うんですけど、こちらね、新しくね、強化、ね、自分自身を強化できる、まあ、コンテンツとなっております。これね、育てる混迷の精霊ね、今まで何なんだ、あのね、庭の中でこう散歩してるね、あのバケモンじゃねえ、あのなんかのモンスターたちばっていうね、見た目なんかもう可愛いのからね、ゲテモンまで、まあ、いるんですけども、この精霊は一体何の役に立つんだっていうね、まあ、今まで疑問だった方もいるはず、とうとう出てきましたね、こちら 7.1 でやっとね、なんか忘れかけてたような気がするんですけど、運営さんね、ちょっと怪しいなと思ったんだけど、うん、これを、育てることができます。うん、で育てるためにはこの混迷賞っていうアイテムが必要なんですが、毎月1日、15日に20個、初めて倒すともらえますので、うん、まあ、それを、しっかりね、取っていくっていう形ですね。で周回することによって、この混迷賞が3つずつ、もらえます。でこれね、レベル4まで強化できるんですが、一つの精霊を1から4まで上げるのに必要な個数が45個なんですよ。レベル1からレベル2で10個、レベル2から、レベル3で15個、レベル、3から4で、20個かな、必要となってきます。うん。で、まあ、全部上げるのに135個必要なので、だいたい、まあ、40周ぐらいすれば、まあ、クリアできるよっていう話みたいです。まあ、でも、かなりね、周回しないとね、いけないコンテンツかと思いきや、安心してください。まあ僕が見る点では、見てください、これ最大特技ダメージレベル3でプラス2なんですよ。うん、で4まで上げたらプラス3なんですよ。そこまでダメージが上がらないですよね、特技ダメージ。呪文ダメージも55で15かな。まあこれは15は結構でかいかもしれないね。うん、で特技の回復量と、呪文の回復量も上がるような強化もあります。全部で、5上がるのかな。まあそんだけ数字はね、そんなにあんまりでかくないんで、まあ、急いでね、上げる必要ないと思います。まあのんびりね、上げていけばいいと思います。まあエンドガチ勢の人とかはね、やっぱりね、その分与えれるダメージがね、上振れが増えるので、まあ、やっぱりね、やっときたいっていう人が多いでしょうね。まあ早めに終わる人がいると思います。なので、まあ前半は結構割とマッチングするし、さらに、まあガチ勢の人、まあ効率よくね、回りたいよって言ってる人が結構ね、マッチングあるので、まあ、すんなりいけるんですが、後々ね、やっぱりその人たちが卒業していくとね、ちょっと慣れてない人たちがやっぱり残っていくので、やっぱりね、討伐時間がね、ちょっと時間かかっちゃったりする可能性もあるっていうリスクもあるんですが、まあそこまで急いでね、上げる必要ないのかなと思っております。まあゆっくり時間かけてね、まあ回ればいいんじゃないかと思うんですけどね。そんなね、強化ができるね、アイテムが、もらえるんですが、はい。
今回このボスね、必要体制っていうのがちょっとね、これかなりね重要で、分かれてるんですよね。まあ、っていうのは、闇と氷派でだいぶ分かれてるんですが、僕個人的はね、朝ね、ちょっとね、朝は氷って言ってたんですけど、これ闇ですね。うん。で、食べ物もダークタルトがいいと思います。アイスタルトめちゃくちゃ高くなってるみたいですね。まあイメージ的に見た目がねちょっとねアイス系なので、まあアイスの氷のイメージが多分強いのかな。まあ氷の攻撃も多いんですが、ぶっちゃけ氷の攻撃って氷100以外あんまり意味ないんですよね。中途半端にね持っても9999とかのダメージが多いんでね、まあ氷で防げるダメージっていうのは、マヒャデロスとあのイブキっていう、まあ、特技なんですよ。うん。で、まあ、ある程度氷腕の月飾りを装備してればダメージ軽減で生き残れるんですよ。うん。それ以外は9999ダメージ食らっちゃったりするので、まあ、しっかり避けてくださいねっていう特技ばかりなんですけども、受ける攻撃以外は氷腕の月飾りと、まあ、宝珠かな、宝珠さえしっかりしとけばマヒャデロスとその息吹ぐらいのダメージは耐えれるので、氷よりね僕はダークタルト闇の方がいいです。まあ前衛はって感じですね。前衛はもちろん後衛で氷入り100できればもうかなりね無双できるので、あの氷も持つのは強いと思います。後衛の方が氷100をするのは、うん、前衛だと、まあ、闇一択なのかなっていうのはねちょっと思いました。うん。ね、なので耐性が怯えと呪文耐性、さらには氷腕の月飾りで、氷100ができる、後衛の方は氷100にしてもらって、まあ、なくても全然いけると思います。であとは、闇かな、前衛の方は闇、うん、氷腕の月飾りと宝珠かな、宝珠かな、でこれで35連です。でさらに料理を食べる、うん、ダークタルト星さんね、そうすることによって14までね、耐性上げれるので、54でしたら、竜の鱗とか、まあ、スキルとか宝珠を使ってダメ軽減52あれば、まあ、ヒットポイント910あればなんとかギリ耐えれるかな。乱数でちょっと落ちちゃう可能性もあるんだけど、まあ、なんとかギリ耐えれる計算なのかなとなっております。まあちょっと心配だったら闇耐性を上げたりヒットポイントをね上げたりしてください。そこでね、前衛さんがちょっと気をつけたい特技なんですけども、暗黒星雲、前方に1100ダメージ2回なんですよね。うん。これを食らうと、あの闇持ってないともうまず即死をするんですよね。で中途半端に闇持ってても即死するんですよ。うん。ただねこれね、あのね結構判定がちょっとね遅いんですよ。うん。なのでゆっくり避け、まあ、なんだろうな、後出し行動をしてもらえれば案外避けれます。うん。まあ多分映像が出てると思うんですけども、案外避けれるような感じなんですよね、暗黒星雲。であとはね、幻冬の訪れとか、まあ幻冬の訪れ終盤の場合はね、ちょっとちょっと見にくいんですけども、この線、地面のね線のが、白くなってないところに逃げていくって感じですね。はい。で今回のギミック、めぼしいギミックはこの柱ね、2回訪れるんですけども、まずは1回目はね3本の柱がね各陣営にね集まります。守りと攻めと速さかな。でこの柱、あの柱を倒すことによって各自、守りだったら完全ダメージ、火ダメ減少かな、で速さだとコマンド感覚で、攻撃だと4ダメアップとかいうね、あのバフが受けれるので、できればね、このできればっていうか柱はね必ず倒すようにしてください、柱はね。うん。そして代表中召喚、この大柱が出てくると、あの完全ガード、まあ、ダメージね与えれないんですボス。なので必ずねこの代表中を攻撃しに行ってください。まあダメージ与えれないのに脳筋でガンガンやるやつはなかなかいないと思うんですが、この代表中召喚が来たら必ずね、あの代表中を倒しに行ってください。そしてあとさらにねちょっと気をつけてほしいのがこの氷進撃、うん、全体に850のダメージプラス鈍速っていう効果があるんですけども、こちらねジャンプでね、避けれます、ジャンプで。でこれね実はね、あの遅いんですよね判定が。なので名前が出て2、3秒してからジャンプするイメージかな。名前が出て2、3秒する
ジャンプしたら避けれるって感じ。うん、どうしても心配ならふわふわわたあめ食べた方がいいです。これで 100% 受けれます。ジャンプして行動してればもうこの攻撃ね食らわなくて済みます。うん、まあこれかな、これぐらいなのかな、注意点は。まああとは開幕のコードがローテーションっていうところですかね。通常攻撃来て、息吹が来て、凍結乱流が来て、マヒャデドスが来て、暗黒星雲という順に、行動してきます。なのでまあこの凍結乱流と暗黒星雲に気をつけてください。凍結乱流が外にいると、やられます。なので前衛の人はね前にいるからいいと思うんですけど、後衛の人だとね9999、ダメージ食らって即死にしてしまうので、必ず前に逃げるようにしてください。まあ、これもね氷100があればね避けれます。うん、まあ、ということでね早速ねちょっとね、やってきながらねご紹介していきたいと思います。でちょっとねこれねマジでね闇も持たないとまずい。前衛は35じゃねちょっとねきついですね。うん、評判と報じだけじゃこれちょっとね、だからもう本当にね、今日のペロちゃんごめんなさいって感じなんですけど、闇持つのって言って、ちょっと僕、ちょっとね、疑ってましたからね、闇の方がいいですね、本当にこれは。闇が。ではちょっとね、僕、魔法戦士でね、行ってきたいと思います。さあ、早速、ジェロドーラやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よいしょ。で、開幕が通常攻撃なので、開幕は関係ない、通常攻撃は関係ないね。でその次に息吹ですね。息吹これブレスっぽく見えるんですけど、どうやらブレスじゃないみたいです。はい。で続いて、凍結断撃、これは後ろの方にいると、やられるので必ずね前の方に行ってください。続いてマヒャデドスが来ます。デドスが呪文耐性、これ呪文耐性積んでればね全然もう余裕なので、マヒャデドス。そしてその後に、暗黒星雲が来ます。で暗黒星雲ね、これね、はい、これ出て後ろに下がれば間に合う、余裕でね避けれるので安心してください。出が遅いんだよねこれ、わりかしね。うん、よいしょ。さあ、でよくねちょっと質問があったんですけど、魔法戦士これね実はね弱点がねファイアフォースなんですよ。ファイアフォースこのね、でじゃあファイアフォースかければいいんですか高木ちゃんっていう質問があったんですけど、ガデとまあ弓職ダークネスショット光耐性下げるような職業がいればライトフォースでいいと思う。まあ、基本今指輪ってライトフォースしてる人多いと思うんだよね。うん、なのでまあファイアフォース 1.1 倍だからねえそっちの方がいいよっていう方も中にいると思うんですけど、そのガーディアンのねプラチナ、なんだったっけな、あの光耐性下げる技ね、あとダークネスショットね、指だと。それがあれば、そっちの方が強いと思うので、必ずね、やってください。さあ、柱が来たので、柱をね、倒していきたいと思います。必ず倒すよ。よいしょ。フォースベイク。早くさぎり。で幻刀の訪れは先ほどね、まあ、あの来てましたけど、ここに線が出てくるので、ここにいれば安心です。はい、よいしょ。さあ、呪文耐性変わっていいね、ありがとうございます。さあ、両者やってまあ、後半ね結構ね楽になるんでね、柱さえ倒しておけば。よいしょ。この強心撃ね、これジャンプ、これもこれで間に合う、これで間に合う、避ける、避けれる、ほら。うん、必ずねジャンプしてくださいね。強心撃って名前出てからすぐやってしまうと避けれないです。避けれないので、よっこジャンプ、ちょっと遅れてジャンプするって気持ちかな、気持ちちょっと遅れてジャンプする感じかな。よいしょ。さあ、神罰、これはまあ隕石が落ちてくるので、その隕石が落ちるところもね、はい、避ければいいだけです。これでも食らったら死んじゃう、即死なんで気をつけてください。で線に行くと、よいしょ。
じゃあフォースブレイク言いましょうかね。まあ、後半にみんなで結構慣れてきたからね。どうしよう、だいぶ早くなってきたね。最初行った時にもう5、6分かかってきたからね。どうしよう、幻冬の訪れ。さあ、これは後半の幻冬の訪れですね。ちょっと一つのところにいないとね、死んじゃうよっていうね。そして代表獣。さあ、こちらが出てきたのは、完全ガード。ダメージ無効化されるので、よいしょ。ダメージ、あ、そうだね。ダメージ完全ガードあるんだね。うん。なので、代表獣を先に攻撃してください。よいしょ。ジャンプね。更新、出るからジャンプ。で、これを、これね、ついついね、その柱攻撃してる最中とかに食らってしまうよっていう人は、本当にあれかな。あ、僕食らってるじゃん。わたあめあとだいぶ楽なのに、わたあめあと。さあ、この表、代表石を倒すと、こういうふうにね、スタンさせられるので、めちゃくちゃ楽になります。これ、防壁ある。さあ、フォースで行きましょう。おっと、フォースを入れないと。さあ、ライトフォースと。あ、これは、どうしよう、逃げた方がいいな。絶対間に合わない絶対間に合わない。よいしょ。さあ、これは隕石ね。で、隕石ね、こう3パーティー固まってるときね、危ないからね。ほら、めっちゃ広くね、爆破する、範囲が広いから。で、さらに早いんだよ、判定が。だから、あの名前出たら、なるだけね、ちょっとね、誰もいないところに逃げた方がいいかもしれない。よいしょ。はい、簡単と。5分25秒。で、最後ね、これ、この宝箱ね、人がこうやっていっぱい集まってると、見にくいんですよ、宝箱ね。で、忘れる方が、よくいるので、これ必ず忘れないように取ってくださいね。忘れないようにね。はい、続いては、フレンド2人集めてサポートで行ってみたいと思います。まあ、結構ね、時間はかかるけど、まあ早くて4分ぐらいかな、遅くても5分ぐらいかな。うん。まあ、ただね、確実にね、例えば放置がいてちょっとね、ぐだるよとかね、9分かかっちゃったよというね、声もね、ちょっと聞いてるんで、おいしょ。なので、そういうことを考えれば、ちょっとこれもわりかしありなんじゃないかと。うん。で、一つね、ちょっとね、これ問題があるんすよ、サポートだとね。ちょっと、おいしょ。ダークタルトを食べさす。 OK。 前衛にはね、ダークタルト、食べさせてね、しっかりしてください。装備ももちろん闇68まで上げてます。料理込みでね。闇、54ですね。うん。とにかく闇耐性をね、全員上げないとね、もうワンパンしちゃうので、よいしょ。で、その問題ってのは何かというと、まあ、柱が、ギミックありますよね、柱が出るギミック。1回目と2回目。1回目は3本出て、2回目はでっかいやつが出るのね。1回目の3本の柱を、もう、サポートは叩かないんですよ。うん。なので、あ、ツナシンさん今来てるな。よいしょ。火力はね、一人、要は火力職はね、そういった、サポートを導かないといけないですよね、柱に。よいしょ。ここ。まあ、途中までね、削ればいいので。よいしょ。今リンクしててちょっと気持ち悪かったけどね。でもね、結構楽ですよ、サポートでいけば。みんな避けてくれですね、ちゃんとね、こういう風にね。下手なね、あ、来た来た来た。で、これで赤のこの守りの柱を叩くようにしてください。で、誰かが味方を叩けば体力が減っていくので、それを優先的にね、叩くようになります。
サポートも。よいしょ。ほら、もうガン無視してたのが、ほら来たよね。ほらほら来た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 。これなんですよ。だからダメージね、与えてくれないんですよね、出てきても。優先順位は後回しなんで。うん、まあ、体力減ったらね、倒してくれるって感じかな。だから最悪この守りの柱だけ倒して、攻撃していけば、サポートも加勢してくるんだよ、途中で。よいしょ。まあとは、まあ、守りの柱さえか、ね、倒せばダメージ完全ガードなんで、ずいぶん楽になる。まあ、ここは無視でいいです。ガン無視でいいです。フォースブレイク。ただでかいやつはね、敵にダメージ完全ガードがかかるんで攻撃してくれるので、これはやらしい、これはやらしいよ。よいしょ。マジックルーレット、これがちょっとまずいね。ちょっと下がって、あ、逆ちょっとかっこよくツッコミで、ね、さささっといこうかなと思ったの。さあ、代表説はね、サポート攻撃してくれるので、フォースレイン。よいしょ。あ、これフォースかかってないか。さあ、オッケー。さあ、ショック与えた。さあ、あとは倒すだけ。さあ、行くで。あ、すごい、全集合してる。全集合して、圧巻だな、これ。よいしょ。これ、ここまで来たらご了承できると。はい。なんと。っていうように、結構簡単なんですよ。まあ、ツイッターとかで見てても、9分とかかかってるよとかってね、言ってるね、ツイートを見かけたんですけど、まあ、フレンドを2人集めてね、サポートを雇えば、まあ、これぐらいの、時間でね、いけるんでね、まあ、気楽にやるんだったらこっちの方がいいんじゃないかな。うん、まあちょっと放置がまたいたよとかっていうね、声もあったのでね、まあ、放置が嫌だよとかね、まあ、人と関わっていくのは嫌だよとか、慣れ親しんだ人たちと一緒に来たいよっていう感じだったんであれば、まあ、このコンメコパニガルムは指定でいけるので、サポートでいけます。はい。あれ、よし、真ん中だ。ここで次回とあれだよね、皆さんが死なないようにね、こういう風にこうケアをするのがね大事。奉仕の頃そうだね、うっしゃって思うよね。気持ちいいね。さあ、必殺きた。ちょ、待って待って、避けなか。必殺いきます。きたー、ナイス。何だったっけそれ、よくわからんやつ、よくわからんサイカ、よくわからんサイカ。うん、ここさあ、ガジェドヤ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 、ガジェスタリート。そうだね、サポートミオリ、そう、そこなんすよ、サポートミオリに尽きるんすよ。さあ、さらにサイカも引けば、これは気持ちよさそう。ちょっとまあ火力を出そうかなって時にね、サミダレ好きやって、でさらにはね、アップサイやって、あ、来たよ。守りやりましょうね。バト以外の人は、よいしょよいしょ、んこっこっ、ナイス。なるほどさ、ワールド来ます、行きました、よいしょ、ナイス。フォースブレイク、
これは早いでしょう。完全に高速です。見事高速です。みんなの力が一気に集まった。これは気持ちいい。まあ、っていったようなね、コンメイコパニガルムでした。まあ、おすすめ職業は何なんだろうな。まあ、魔法戦士よいしょ。まあ、好きな職業でいけばいいと思いますけどね。うん、この職業はダメっていう職業はないのでね。うん、まあ、バトマス、魔法戦士、レンジャー、魔物使い、道具使い、ガーディアン、海賊とかもいいよね。で、竜術師とかもいいんじゃないでしょうかね。うん、まあ、あと総領賢者とか。まあ、とにかく、まあ、放置しないでね、まあ、避けるものは避ける。で、火力を入れるときは入れる。というようにね、しておけばね、もう何も文句言われないと思います。はい。ってことでね、今日はですね、はい、コンメイコパニガルムが、やってきたっていう動画でした。まあ、よければね、参考になれば嬉しいです。ってことで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。